アメリカ VS イングランドとは、1950FIFA ワールドカップのグループ2の第2戦にて行われた試合。当時世界最強と言われていたイングランド代表に、対して格下であるアメリカ代表が勝利したことは、世界中に衝撃を与えた。ベルオリゾンテの奇跡とも言われる。当時のイングランドは、ワールドカップには一度も参加したことがなかった。これは、 FA と FIFA の関係が常に悪かったからであると言われている。しかし、関係が改善しイングランドは今回のブラジル大会に初めて名を連ねた。戦後の成績は23勝4敗3分と圧倒的なものであり、今大会もスタンリー・マシューズ、トム・フィニーといったスター軍団を擁し初戦のチリ戦をマシューズなしで勝つなど、まさに開催国ブラジルと並ぶ優勝候補であった。 対するアメリカは、そもそも参加する選手が、セミプロ選手わずかと、残りはアマチュアという今では考えられない組み合わせであり、当時のイングランド3部レベルの選手の集まりだった。中には、市民権を得る意思を持っていた、外国人選手もいた。スコットランド人監督であるビル・ジェフリーも、勉強をしに来た。我々に、チャンスはないと答えるほどだった。 初戦のスペイン戦は驚くべき先制点を挙げたものの、その後3失点し逆転負け。世界の厳しさを目の当たりにしていた最中であった。試合はブラジル、ベロオリゾンテのエスタジオライムンドインデペンデンシアにて行われた。イングランドはチリ戦に続き、マッシューズを温存して臨んでいたが、これが後に大きく裏目に出てしまう。試合は、 大方の予想通りイングランドのペースで始まり、前半12分までに6本のシュートを放ったが、ポスト直撃や GK、フランク防御の構セーブに阻まれた。シュートを1本しか打てていなかったアメリカは38分に、MF ウォルターバーがミドルシュートを放つも力が入らず。しかし、キャッチしようとした GK バート・ウィリアムズよりも先に、FW のジョー・ゲージェンズが早く飛び込みヘディングシュート。 これがゴールに吸い込まれ、アメリカが先制に成功する。しかし、まだこの時点では観客たちはそれほど驚いた様子ではなく、前述した通り、アメリカは初戦と同じ過ちを繰り返すと思われていた。後半は終始イングランドの猛攻が続いた。アメリカはもはや反則覚悟のタックルと、体力だけでイングランドの攻撃をしのぎ続けた。すると、次第に、 観客たちの興味は、イングランド初のワールドカップの舞台を観戦することよりも、アメリカの思わぬ勝利を観戦することの方に向いていった。そのまま時間だけが過ぎて行き試合は終了。FIFA フフワールドカップ史上最大の番狂わせの一つに数えられる試合となった。アメリカ合衆国部イングランド。ありがとうございます。